こんにちは、森です。今回は私のレッスン動画になっております。会場は東京ジャンボゴルフセンターです。今回の動画は前傾キープ、よく悩んでる人多いのかな、多いと思います。よく聞かれるんで、前傾キープについてのちょっとお話をさせていただけたらなと思います。やっぱどうしても上体が起き上がっちゃうとか人がすごく多くて、もちろん前傾がキープできてないと、傾斜地だとまず全く当たんなくなっちゃう。でもなんなら前傾が起き上がったりキープできてないと、真っ平らなこういう練習場でもダフったりトップしたり、ひどい場合にはちょろったり全然当たんなくなっちゃう。当たんなくなって全然飛ばなくなっちゃったりすると、やっぱりスコアにもつながってきちゃうと思うので、毎回綺麗にこうフェースにコンタクトできるようにするためには前傾キープが大事だなと思ったので、ちょっとそのポイントを皆さんにお伝えしていこうと思います。ポイントは3つあって、1つがアドレスの時のこの骨盤ですね。骨盤が前傾しますって言った時に、よく足の付け根からグーって倒してって言ってみんな普通にやってると思うんですけど、やってるように見えて割と前傾キープできてない人と、お尻がこう下がっちゃってる人が多いんですよ。お尻下がると骨盤が立っちゃうんで、このままこう回していった時に右の腰がこう前に出やすくなっちゃう。それで前傾が上がっちゃう、キープできないっていう要素になっちゃうので、必ず骨盤を倒してもらいたい。じゃあそれどうやって倒すのってとこなんですけど、骨盤の倒し方って結構簡単で、膝を伸ばしたまま、まず膝伸ばしたままお尻をぐーっと後ろに引きます。でちょっと腰の張りを感じたところで膝を緩めてあげると自然と骨盤って倒れるんです。結構骨盤が立った状態で構えちゃう人って、構えますって構えた時に膝曲げてからこう前傾を作る人がすごく多いんですよ。膝曲げてから作っちゃうと骨盤が立った状態になるんで、ただ背中丸まった状態になっちゃうんですよね。そうすると振ってった時にやっぱどうしても起き上がっちゃう、キープできなくなっちゃう原因になっちゃうんで、必ずアドレス作りますって時は膝伸ばしたまま前傾作ってから膝をちょっと緩める。これで曲げるってちょっとまた下がっちゃうんで、それちょっと注意、膝を緩めといてあげるっていうのが1個で、もう1個が動作中の体重の移動の仕方ですね。割とこう振っていきます、振ってた時にこうつま先だけとかこうかかとだけとかになっちゃって、その頭の位置がキープできないと、前傾キープにつながらないと思うんですけど、体重の移動の仕方、乗せる位置、足の体重の乗せる位置が上げていきますって上げていった時にちゃんと体格にかかってるか、正面から見るかふーっと上げていきます時に、左つま先右かかと、左かかと右つま先、そうするとこの体重移動ができると自然と腰が回転される、その場でくるっと回る形になるんで、さっき一番最初に言った骨盤が倒してあります、倒した状態で回ると頭の位置固定につながるんですね。だから前傾キープが自然とできるようになる。だから絶対こう、もちろん流れるのももちろんダメだし、後ろか前かで絶対どっちかにしかかかってないっていうのがスイング中起こらないようにしてもらいたい。必ずスイング中はずっと足の裏のこの対角線上に体重がかかってるようにしときましょうねっていうのが2つ目で、3つ目が結構こう上体が起き上がっちゃう人あるあるなんですけど、ボールを例えばなんかあそこのピンに打ちたいってなった時に、自分のこの手をその目標方向に持っていっちゃう、ポイってこう持っていきたい、気持ちは分かるけど持っていっちゃうことによってクラブが寝て入ってきちゃう、すごいインサイドから来ちゃって
手が離れていっちゃうからだからで離れていくともちろん前傾って起き上がっちゃいますよね。だからこれが前傾キープできない理由の一つになっちゃうんで必ずヘッドは手元を追い越す、まあ、走らせるとかって表現したりするけど追い越してシャフトが時計の針で言うと十字方向そっちから見るあなんかこうすればいいのなんか今動画の方皆さんから見ると二次方向になっちゃってるけど実際プレイヤー側やる側としては時計の針と十字方向にシャフトを持ってってあげると前傾がキープされやすいですよとなかなかちょっと引っ掛けちゃうようなイメージが最初つくと思うんですけど前傾キープを意識した練習の際はどうしてもボールが最初左に行きやすいのでこれは一旦置いといて我慢しててください。左行っちゃうからやだとか言ってるといつまでたっても前傾キープが維持されないスイングになっちゃうのでそこはぐっとこらえて我慢して左行ってもいいから必ずシャフトは十字方向割と起き上がっちゃう人ってこうシャフトがこっちに来る方が結構多いんで左引っ掛けてもいいからシャフトは十字方向巻きつける感じになってくるかな体感的にはそれを意識して常に常に打っていってもらいたい。だからラウンド多い人なんかは最初のうちは自分が打ちたいなと思ってるところよりもちょっと右側狙っていって逆にそういう動作がしないと目標方向に飛んでいかないよぐらいにしといてあげると多分自然と治りやすいかなっていう感じだまとめるとまず骨盤をしっかりアドレスで倒しておいてあげる絶対に骨盤立てた状態でなんか前傾もどきみたいなこういう感じにならずに必ず倒しておいてあげましょうね。倒し方としては膝伸ばしたままお尻ぐーっと引いてそこから膝を緩めておいてあげるこれだけこれするだけで自然と骨盤が倒れるんでこれをアドレス作るときにやってあげるが1個で2個目が足の裏の体重の感じ方ですね。体重移動の仕方必ず上げていくときが右のかかと左のつま先打っていったら左のかかと右のつま先で体格に体重がかかってるようにしといてあげると腰がくるくる回ってくるんで前に行ったりとかしなくなるから前傾キープにつながりますよが2つ目で3つ目がまあ、目標方向に手が前にどうしても行きやすいんですよボールをそこに飛ばしたいからだから手元の意識はなくす必ずヘッドはこうじゃなくて手元を追い越しますよ追い越すイメージで必ず打っていった後はシャフトが時計の針でいうと十字方向打つ人から見てね打つ人から見て十字方向を意識してこの3つを意識して練習し続けてあげる骨盤倒す体重移動を意識してシャフトは十字方向意識しといてあげるとバッて起き上がったスイングがしにくくなってくるでこれを修正中はどうしても左に行きやすいまあ、みんなそうなのでそれはまっすぐにしようとせずにキープができてからまた直していくキープができた段階であと次どこを直せばいいのかとそこに行ってみないとわからないんでまずはそれを、達成させるのが最初かなだから左に行っても我慢してそれは続けていくっていう感じだ本当に悩んでるんであれば左に行くことは我慢しながら今の3つのポイントをちょっと抑えて練習していってもらいたいなと思います、今回の動画は、前傾キープができない起き上がっちゃうよって人に向けた、動画でした、ぜひ試してみてください、私のレッスンなんですが、ここ東京ジャンボゴルフセンターで受講可能ですで他にラウンドレッスンも行っているので気になった方は、インスタグラムの DM やメールから連絡していただけたらなと思います。
インスタグラムのアカウントやメールアドレスは概要欄の方に記載してありますので、そこからぜひ気楽にご連絡ください。この動画以上になります。ありがとうございました。